ごめんありがとう。みんなありがとう。みんなありがとう。こんばんは。ありゃないわ。一緒に来たんやで。あんだけイチャイチャしたのに一緒に帰れない。そりゃないわ。いつ終わるんやこの忘年会は。誰か大阪止めてくれる子いないかね。一番最後までいるしかないじゃん。みんなか。みんな帰らないのか。お前ごとなんか全然大丈夫だったよ。全然何にもなかった。ミカママもさ、もう帰るよもう帰るよって言いながら1時間ぐらいいるからね。こんばんは。今日は一日中大阪にいると思うよ。大阪ってか配信してると思うよ。朝方まで帰るとこないやん。お店も大変だよね。これ貸し切りだからお会計終わった後も結構ずっといるじゃん。飲み物一切ですね。ナイスさんところさ行ったら寝れなくない。レイカちゃんありがとう。ポージーさん、ナイスさん、魔界、クロロ止まるだろ。4人いたら逃げなくない。配信もできなそうだし。大阪で俺が泊まれる家を探した方がよくない。会長もよ、すごい大変だ。あ、マイゲロさん、チャース。TikTok 毒が出しにくいから大変でしょ、マイゲロさん。ニコ生チャレンジしよう、一緒にニコ生。TikTok 調子悪かったらニコ生行きてえわ。どんだけだ。ニコ生ね、可愛い人いるのかな。盛り上がってる。ナイスさんらさ焼肉食ってない？軽く見たら。バトルやってる。食べてるでしょ。そんなに食う？そんなお腹空くか。お腹いっぱいなんだけども。こんばんは。食えないよもう焼肉は。アイス食べて帰りたい。大阪へ。19分。
もう電車止まるんじゃないこれ。どうする？木村からユニバ飛んだ。大阪行くか、梅田らへん練り歩くか、一日で明日も。もうコカボムンチはないわ、コカボムンチは。どうする？カズトさん、ナイスチームってクロロもいるの？クロロさんとウォン会長が怪しいんじゃない？イチャイチャするの？一緒にいる？いる？イチャイチャしてるだろう。地獄だで。マカイとナイスさん、ウォン会長とクロロ。俺とポージー余っちゃうだろ。俺とポージーってことじゃ言ったら。あ、一回早くお開きになんねえか。友達ありがとう。一回お開きになんねえかな。すんごい気配を消して俺を巻くように帰ってった。なんかいきなり、え、サリちゃん透明になったのっていうくらい影を消して俺にバレないようにそーっと帰った。忍びかと思ったもん、ほんと。あんなに目立つ格好してんのに、黄緑の服、白のファー、金髪ピンク頭、あんな目立つ。身長も100、ね、167だっけ、すんごい高い。スラーっとしてるのに、今消えた、忍びって思うくらい音も立てずさっと帰る。普通一緒に来たんだからルイージさっき帰るねぐらい言うじゃん。カメレオンってこと？まあ、顔もカメレオン系ってこと？なんか多分俺のやつを諜報部員やってんだよ。なんか近くで事件が起きたからさって消えたんだよ。事件があったんだね。なんか忍びだね。忍びってあれでしょ、今のスパイみたいなことでしょ、諜報部員でしょ。友達ありがとう。今ミカママの忘年会で配信してんの、俺を含め 2,3 人なのよ。こんな閲覧低いかな。みんな配信してないの。俺の枠来るだろう普通。ミカママの枠見たかったら、ミカママ見たかったら、もうずっとミカママ映しとこうかな。ミカリス集めるか。ミカママリス。何が一番倍面なの？いい？ママ映す。ママいるよ、みんな。ママリス集まって。ママリス。ママリス。ミカママだよ。ママリス。そしてこの人が
鬼姫さんっていう超爆投げ師らしい。みんなこの顔忘れるな、爆投げ師だぞ、爆投げ師さん、まあまあ来い100個、閲覧来た、閲覧100。いや満足だ、閲覧100いった、目標が低い。かなめさんだよ、かなめさん、かなめさんすごい人なんじゃない、かなめさん見る、かなめさんいるよ。なんかどっちが悪いのかよくわかんないんだよ俺は。ナイスさんがそう、しかもユニバばっかりでしょ、爆投げ師なんでしょ。なんかさ最初なんか俺がサリちゃんにちょっかい出してたらね、なんかずっとあの人いじってきたんだよ、鬼姫さんが。ほら触らないの、サリちゃんにずっと触ってつってずっとなんか俺に だるがらみしてきたから、みたいな、誰だこの人と思ってたらすごい爆投げしさんで、 そこからもう対応を急に変えたね。最初は うるせえなと思って無視しようかと思ったんだけど、爆投げしさんって知ってから、ああそんなことないです爆投げしさんつって媚び売り始めた。 足骨折れてんだけど大丈夫ですか、痛くないですか、俺に投げてくれねえかなって。手のひら返し、こんばんは。いやなんかあの一瞬なんかこうナイスさんとカナメさんって人が行ったんだ、アシキさんとか、わかんない。ナイスさんとカナメさんがこう腕相撲やったんだよ、テーブルの腕相撲。そしたら地下あの大人げないのかな、まあ、気持ちは分かるけどね、なんかこうか関西の人の目が笑ってない時って冗談かね、分かんないんだよ。じゃあ三河にもまた挨拶、あ、なんか配信してる、ルイジが、またお願いします。どうやって帰れるんですか、お迎えが来てくれて、モデさんがお迎えしてくれて、ね、ずるい。おじさんあー、でも、ありがとうございます。これよろしくお願いします。投げ師さん紹介してください、また。鬼姫さん紹介してもらった。あの人、名前わからない。あの人、名前わからん。そう。あなんか学園物 なんか俺最初あのルーキーズに出てるって聞いたんだけど、クローズに出てるイメージあるね、あんな人、わかんないけど。やっぱ俳優さんってだけあって、こうやっぱオーラがあんのか、なんか超すごいよね、なんか場の空気を持ってくよね全部。そう考えるとリサちゃんってすごい空気読めるよね、なんかこうオーラを抑えられるよね、オーラが溢れ出ちゃってる。ハートミありがとう。あーでひかちゃん愛してる、好きで仕方ない、うん、ここから近いから、今大阪だから。サリちゃん帰っちゃった、サリちゃん帰っちゃった。あークミさんありがとう、シンジさんありがとう、ハートミ、じゃあサーさんありがとう、ハートミ、ユーザーさんありがとう、ハートミ、ハートミありがとう、ありがとうございます。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 全然仲良くないけど、とりあえず釣るのが大事。写真はずっと全然誰だか分からんけど。君さんありがとう、ハートメグありがとう。とりあえず釣る。分かんない、誰だ。
内さん系じゃない、関わったことない人の中で一番喋ったのに誰かわからん。白い服の、白いセーターの人全然わかんないんで。俺ってマジでコミュ力ないわ。ただ名前聞くのが失礼すぎてね、聞かない方がもっと失礼なんだろうけど。うわ、まことさん、誰か大阪いねえのかな。俺この後泊まるとこないんだけど、ここ場所もどこだかわかんない。東淀川区っつったかな、東淀川区八のなんとかぐらい。誰か家泊めてくんねえかな。泊まるところないし、行くとこないし。サリちゃんがね、今日すんごいいい感じで来たんで、一緒に。絶対これいけるだろうと思ってたんで。無理だ。ママはね、まあ開発行っても配信もできねえしな。ただ寝るだけなんだよな。行くあてもねえのに結構俺わがままだろ。で、コウジさんもいればさ、ウォン会長もいるだろ。どこ行くか。いないの大阪いないの誰か。それはそれなりに、ね、ちゃんと出版作りグイグイ行くか。梅田行って探すか。だからサリちゃんはもう俺がちょっと目を離してる間に忍びのように帰ったって。あんな目立つね、ライトグリーンのね、セーター着て、白のファーのね、キツネ 3匹分のフォックス使ってるファー着てて、身長167センチもあるのに、気づかないはずがないのに、まるで忍びのように帰って、え？透明になれるのと思った。そんな隠密行動できるんですよ。さあ、さあ、朝も地味に早かったからな。いや、ナイスさんちでは寝れないと思うんだよ、うるさくて。ていうか、貞治あれじゃない、貞治っていうか、コカボムンチ女の子来てたよな。もう一人の女行くか。コカボンもなんか配信やってたでしょ、なんかふわっちで友達泊まりに来たみたいな。可愛かった。コカボンも友達狙いに行くか。コカボンも譲ってくれるだろ、すぐこの子行けるでっつって。可愛かった。それでも配信をしてた試験に対して結局やっぱ閲覧によってたんですよ。微妙だった。すんごいじゃん、すんごい素直な答えじゃん。大阪だから帰ったって言ってんだろうな。もう何回聞くんだよ、もうこれわざと聞いてんの。サリちゃんは隠密のように帰ったっつって、忍びかと思ったっつって。あんなにライトグリーンのセーターね、フォックス3匹のファー、白いファー着てんのに透明になって消えたよ。もう、気配がない。帰ってる、忍びか。
タップお願いします、いいねタップお願いします。どこで寝るかなね。いやもう本当にみんなは悟ってくれないと思うけど、すんごいイチャイチャしてくれたんだから、サリちゃん俺からじゃないと思う、俺からだけじゃないと思う、あっちもあっちからも結構来てた、ありがとう、もてあそばれてるわ、向こうからもすごいグイグイ来てくれてる。頑張って大阪でリスナー増やしたい。梅田行く、梅田配信なかなかね、三河まだ帰らないのよ、ネミ行ってくれんかな。もう減らっちゃうよ、そんなんだいいんだよ、もう行くか、俺もそっと帰るか、これぐだってるから全然帰る気ないからね。長いわ、お酒飲み始めると長いわ。たくみさんって誰だろう。神戸行ってもいいよ。あ、神戸ってちょっと遠いんだっけ。あ、バンビかわいい、バンビと遊ぶなら行くって。神戸っていくらぐらいかかる、大阪から近い。35人らしい。でママがおごって15万ちょっと、16万ぐらいじゃないかな、ママが全部おごってくる。35人、バンビが大阪とかから来てよ。あ、近いんだ、え、行こう。バンビ明日行っていい、この後始発で行っていい、明日予定ないし行くよ、全然バンビがいつでも。新快速って何、新幹線ってことそんな近いならいつでも行くよ、明日から5連休ぐらいあるよ、14、15、16、17、18まで暇だよ。電車ねえ、バンビ遊んでくるのが最高じゃない。って言うとバンビがビビるんだよ、うわこいつ、マジで遊ぶ気だよ、ねえねえねえ冗談だよって思ってバンビがコメントなくなるんだよ。どうなってんだよ、そっちから餌まくくせに。18日に誰か遊ぼうって言ってる人いたよね、チャランポランかな、18日遊ぼうって言ってたの、大阪ぐらいで遊ぼうって言ってた、大阪じゃない上野だっけ、東京で遊ぼうって言ってた、忍びのように聞いたよ。遅くねえちゃん、もうその話終わったんだけど、今さらぶり返さないでくんね。あ、そう楽しそう、チャランポランと遊ぶの、上野だっけ18。おいおいおいお、新八丁が来たらやだな、新八丁16、17ぐらい遊びたいって言ったら16の土曜日、バンビ DM して、予定立てるために DM して、もう今すぐ DM 送っといて、絶対捨てられるから早め。ルイさんとこ行きますま、新宿だな、新宿で遊びたいな、うん、新宿がいい、俺の庭だから。恐ろしい思いさせてやんよ、恐ろしいことしてやんよ
ちゃんぽんだから DM してよ、チャランポランも。皆さんもどしどし会える、すぐ会える配信者なんで、こっちから寄ってくんで。普通配信者ってね、こうみんな来てくれるんだけど、俺から寄ってくから、みんなの元へ。もう今から大阪で暇な人いないかね。さあ、負けてるのが悔しい。ママハイボール行きます。だからね、大阪2人くらいいましたね。誰いたんだろう。俺チャランプランも大阪の人かと思ってたもん。平日関係ないだろ、暇なやつは暇だろ。今からハイボールでやってよ。何か言っていただいたら行動だよ。やっぱりかフードじゃハイボール。鬼姫もいらんよ。もういいよ、ママ。シュート、ママさん。シュート、俺は二度と枠に来るわけない。誰もいない、仲いい人。新生が来た。でもママより先に帰っちゃいけないなっていうので。お疲れ様で、あるなんかありがとう。助けられた、ルナコちゃんが各枠でコメントくれて。ルナコありがとう。まだいる、まだいる。そう、なんか奢ってもらったからミカママより先には帰れないかなっていう風に思ってたら、帰るタイミング逃した。ナイスさんがもう帰っちゃって、続いたらレイカちゃんありがとう、みやびさんありがとう。サリちゃんも帰っちゃって、俺だけ残っちゃった。みやびさんありがとう。俺の盛り上がってる時にあえて呪縛はやらない。今人が多すぎてわからん。カリスマカップルさんから、カナメさんって人から、ミカママから、バクナニシさんって言われてる女の人がいて、そんな感じ。カリスマなんか話すことないよね、正直。かといってあっちに行ってさ、全然話わかんないのにグイグイ話すのも違う。今みんなミカママと話したいんでしょ。あそこミカママの弟子たちだから、そっとしとこうと思って。俺マジで空気読むからね。あんちゃん、いやもう終わったね、忘年会。もう解散の空気なんだけど、まあ、だらだら続いてるかな。今大阪の淀川ってところにいるの。東淀川だっけ、淀川にいるんだけど、誰か近くにないかね。今から迎え行きますよとかいないかね。
ナニさんはあれじゃない、あのなんだっけ、焼肉帰って魔界ハウスに行ったんじゃない、そう、髪の毛抜けてきたでしょ、あんなに真っ黒にしたのに、やっぱりほら色抜けてるところはこうメッシュっぽく抜けてくる。バーンは、その内容がバーンがね、なりすぎて言ってるけど、まあほぼ今月1回ぐらい、今月っていうかここ1ヶ月1回ぐらいで、バンの内容がちょっとね、あんなあれでバンになるんだったらよっぽど今日の喧嘩の方がバンじゃんって感じだったから、ちょっとバンのあれが分かんない気分。え、なんで、なんで怒ってるんだ、なんかあのナイスさんの部屋だと休むにはいいんだけど、配信ってなるとさ、配信しにくいじゃん、みんなも配信しにくいと思うし、ごちゃごちゃして、なんで切れてんだろう。エイジ君、飲み物なんかいる？あ、大丈夫です、ありがとうございます、お気づかありがとうございます。なんで、なんで怒ってるのか分からん、飲んでも間に切れてる、シュウさんだよ、シュウさん、あ、さっきシュウさんとナイスさんでバトルやってたんだ。じゃあナイスさんに、ナイスさんにバトル挑んで鬼姫さん味方につけるか。ナイスさんにバトル挑んで鬼姫さんにこっち投げてもらうか。どうもオールスターだ、これこれ俺これやめとくか、ダメ、俺が乗り出てお前かけんよ、お前がやめ、俺なんけナイスさん、めっちゃ閲覧多いやん、ずる、やっぱナイスさんが一番いいとこ持っていくよね、ずっと字幕つけてたし、俺もああいうさ、ちょっと配信魂で欲しいわ、ずっと字幕つけときたいわ、なんだよルー、俺のこと心配するなら今日の心配してくれよルー、俺寝るとこないんだぞ、俺の心配してくれよ、鬼姫さんにさ、鬼姫さんに、お前サリちゃんと帰りたかった、俺だってまだ言わせるか、サリちゃん忍びのように帰ってったんだよ急に。なんでだろう、気に入られてんのか気に入られてないのかわかんないけど、あんなにね、一人にならないようにずっと気遣ってたのに、でもナイスさんとはね、こう全然レベルは違うんだけど、いい刺激になるよね、ナイスさんより閲覧取りたいなって、頑張りたいなって思うよ、さすがに飛ばないけど、ギフトはこう、俺忍びの勉強ってこと、今忍びなんだけど見て、誰にも俺見えてないから、見て、俺のこと見えてないでしょ誰も、忍びだと。
今忍びです。誰も俺のこと見えてない。みんなにも見えてない？俺見えてる？俺のこと見えてないんじゃない？俺大阪にいるで。一人ぐらい大阪いるやろ。さっきのバンビが神戸から迎えに来てくれればいいんじゃない？そういうことじゃね？バンビいる？まだ。枠回りもした方がいい。枠回りでちょっとぐらいギフト投げてさ、フォローされるかね。このアカウントも見えてない。本当だよね。それはそれでいい。疲れた。見てただろルナコ、俺の気遣い。空いた皿は下げて、飲み物なかったら出して。俺ぐらいだろ。で、店員さんにも気遣いながらね、気遣いながらサリちゃんのことずっと守って、一人になったらサリちゃんの隣行ってさ。サリちゃんなんてさ、誰も友達いないんだから、ママ以外。この俺の気遣いをみんな分かってほしいよ。みんな配信のことしか考えてなかったでしょ。ミカママに売名すんごい俺優しいな。悪気はない。多分俺みたいなふざけるタイプの人種なんだけど、うん、気使う人はね、気使う人はね、気使わない人はさ、好き放題飲んでさ、暴れて楽しむんだけど。なんでなんでなんで。な、マジであそこのリスナー空気読めないと思っちゃうよ。じゃあ放置しといていいの枠みたいなさ。いや、絶対ナイスさんの芸だからさ。やっぱり配信者って切れると、なんで怒ってんの、なんで怒ってんのって気になって、そっち見ちゃうんだよ。だからみんな切れるんだよ。多分ナイスさんも結構ね、分かってやってると思うよ。結構切れること多いじゃんナイスさんって。ネットの王子も言ってた、切れると。そう、エンタメっていうか、まあ本当のところも半分あるんだけど、本当にムカつくとかもあるんだろうけど、切れるとなんで怒ってんだろうこの人ってずっとね、気になってずっと見ちゃうんだよ。でこういう風にさ、コメント来てるじゃん、ナイスさん切れてるよ、ナイスさん切れてるよって、みんなね、そういう鳩が飛ぶと言っちゃうんだよ。なんで怒ってんのみたいな、気になって。深夜ちょっとこう同じだよね、ある意味こう閲覧を取る。結構俺がね、こう、ほらみんな見ちゃってるな、こっちの枠で。今まあまあ俺もわかる、めぐみさんのいいこと。なんか合わない人はね、合わない人は合わないです。でもこっちも見てるし、その枠。こうそれで揉めたらね、揉めた人が面白いんじゃない。みんな見てるわ。でナイスさんをこう落ち着かせようとさ、ナイスさん落ち着かせようと誰かがギフト投げるでしょ。ナイス落ち着いてって言って、それがいいんだと思う。ウィンウィンだわ、みんな。正直配信者同士の絡みあんまいらないじゃん。自分で面白いことやってるから。だからまあナイスさんも結構ちょっとやることは炎上芸寄りだよな。そうそう、いや俺は使ってなかったんだけど、やっぱりそういうことを教えてもらって、あ確かになみたいな。配信者ってさ、全然そこで怒るってところいっぱいあるじゃん。そんなんで怒るみたいな。けど
ああいう風にエンタメっていうか、ちょっとしたことで怒った方が面白いっていうか、人集まるよ、注目を浴びる一つの手段。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの人が、あの揉めた人ですね。俺なんかあんま感情が出ないんだよね。たまに顔に出てるよって言われるけど、あんまり感情に出ない。ただ今はすごい眠い。バンビも寝たの？さっき神戸にいるって言ってたじゃん。神戸の人ならワンチャンさ、車持ってそうじゃね。バンビ起きてるか？だからこそダメなんで、なんか変わらないと、早く気づかないと。ミカママにも言われた、ルイージ面白いのに、なんかこう仕事とやしてやってないよねみたいな。女芸やるなら、女芸やるなら、あの裏でやりなみたいな。まだ新やっちゃの方が裏でやってるもん。車乗る人多い。お、じゃあいいじゃん、迎えに来れるじゃん。バンビー、バンビー、これダメだ、絶対バンビなんて人間はいないんだ。絶対あのアイコンバンビじゃないよ。寝たいわ、もう絶対寝た。運転できないわ。じゃあ始発で行っていい、バンビンチ。俺始発まで起きてるから、今日始発で行っていい、バンビ。寝かせねえぞ、バンビのこと。実家じゃねえよな、バンビ。一人暮らしだろ。バンビンチ始発で行っていいか。始まったぞ、思った。周りからしたらおもろいよ。お酒飲むとこうね、こうバトルモードになるね。こう誰と誰が揉めてんだってみたいな。ナイスにブラックされるよ。嘘だろ、鬼姫さんがナイスにブロックされたって。スーパーナイスに、なんかチャンスかも。ナイスさんに、あの鬼姫さんがブロックされたって。俺はここナイスさんとバトルして、こっちに投げてもらうか、爆投げし降臨させるか。わわ、怖い怖い怖い。これバトルチャンスか、奪ってくるか、あいつら。ダメだ、招待オフだ。ナイス。飲んで。どこで切れるところがあるのか全然わかんない、ね。いやでもナイスさんがね、バトルオフだった。ミカママいる。タバコ吸ってるからあんま映せんけど。これ奥にいるでしょ、ミカママ、あの赤いジャージ。こっちには流れてこないね。うわ、あそこみんなタバコ吸ってるわ、危な。まあでも悔しいのは分かるけどね。いや、
ヒタン来てないね。最近ヒタンがおかしいんだよ。なんか先生ないですか、今追われてくるのか、教えてあげた方がいいのかな。なんて何を何を教えてあげるの。あ、ミカママいますか。何を教えるの、ミカママに。そう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 、なんかヒタンがね落ち込んでる。なんならなんならなんだ、何をしてんの。ヒタンなんか普通にキャバとかで働こうとしてんじゃん。なんでなんだろうね。いやー、これ酔っ払ってるところを本気で撮っちゃダメだよ、みゆきさん。明日になったらどうなってるか分かんないのにね。俺が先走って「ナイスさんが大使するって言ってますよ」っつって、明日よ、ね、酔いが覚めてなんてナイスさんが言うか分かんないし、俺らが言うことじゃないよ。なんかこうね、話を盛り上げちゃって大きくしすぎたら大変なことになるよ。まあ、やってもいいんだけどね、面白そうかと。ママ聞いて、ナイスさんがね、伊達するって言ってるや、やばいや、悪口言ってるやって言って、こうめっちゃポンプ入れてバチバチに今から揉めさせてもいいけど、面白いんだろうけど、それをやれるほど俺がね、まだ人としてなってないよね。やってみる、面白い。みんな聞いてよ、ナイスさんがね、鬼姫さんブロックしてね、もう脱退するって言ってるよ。絶対明日にはすいませんって言ってるから、ちょっとママごめんねみたいな、煽っちゃったつって。いや、ちょっと取れる。しかも俺が見てないのにやるってのがまたね、まだ見ててそうやって言ってるよとか仲良かったら言うかもしれない。全然ママとも仲良くないし。一番悪い。それいいね。結局それにするやる。それはそれで美味しいんだよね。なんかやってやるか、配信の出すか。奪ってやるか、ナイスさんから閲覧。これ日韓ランキングとか人気ランキングで見つけて、ナイスさんにバトル、バトルっていうかそのコラボ挑んで、ミカママに渡せばいいんだろ、携帯を。いや、なんかナイスさんがなんか脱退するって言ってますよ、ミカママっつって渡せば閲覧奪ってこれるだろ。やってやろうか、配信者になってやろうか、俺が配信魂見せてやろうか。やめるか、そうだ、ね、そう、俺の挽回所が一番だった。明日挽回所してもらえないわ。いや、チバイスだったら、いや、でもそれをやらないと配信者ってダメなんだろうなと思うよ、つくづく。寝るとこないよ、サッカー止めてよ、サッカー。サブアカだし売名しにやるか。ナイスさんが取ってくれたらやるか。ナイスさんがこのサブアカの、本当にシュウさんわかんない、どういう話。シュウさん呼んじゃダメなの。シュウさんは誰がに呼ばれたの、わかんないけど。あれ、あ、そういうこと。シュウさんってさ、ナイスさんが仲悪い人か。あ、そういうことか、そりゃ怒るな。あ、もう言ってよ、そういうことか。
あの、それも腹立った。シュウさんって、配信上ナイスさんの、なんか投げ賞をいっぱい奪って、ナイスさんの弟子だったのにバックれた人でしょ。なんか、ちょっと、おかしい雰囲気のある人だなと思ったんだよ。してたかな。ナイスさんの一番弟子で、投げ師さんを奪って、なんか統合した人だ。よく来れたな。あーね、付き人で。ずっとおる。これの方が動いてない。分からんけど、俺は。まあみんなが呼んだんならいいのかもしれないし、まあでナイスさんがそう負けて、そのシュウさんが勝ったっていうのはナイスさんが嫌って思うのはわかるね。あ、ちょっとナイスさんもなんかかわいそうだわ。それは気持ちわかる。荒れる気持ち最低だわ。逆にされたら、じゃあ俺がレポートしに行くか。これは、うん、そこは間違ってることだから、そこに合わなかったら合わなかったらママが暇してたら行ってもいいけど、でなんかそうナイスさんのこう気持ちを考える人がいたら、そうなんかかわいそうだなと思うんですけど、どういう気持ちでママ呼んだんだろうって、ちょっとナイスさんの気持ちも分かるけどねって言って、野獣馬レポートしに行くか。どういうつもりで読んだん。あれナイスさんとあれなんだっけ、入れ替わりで来たんだっけ。あー、お姫さんが迎えに来て頼んで、俺逆にナイスさんから取るんじゃなくてシュウさんから取るか。もう赤番になっちゃった。それならいいんじゃない。シュウさんからなんでどういう気持ちで来れたんですかって、なんでそういうことしたんですかって、いろいろ聞きたいことあるよね、シュウさんに。なんでそういうことをしたのかとか聞いてみたいよな。どういう神経なんて。のんのんさんありがとう。シュウさん配信やってるからな。ありがとう。これにしても。これね、これガチ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 配信で配信で。いやー、鬼姫さんナイスさんはちょっと鬼姫さんの方がそのここら辺は空気読めてないかもしれない。いや元気なくなるわけじゃないけどね、なんか、まあ、気使うよね、なんか人が多すぎて配信者が俺のターン回ってこないみたいな。あそこにねもう一人いるんだよ、茶色い人が、あの茶色い人が。あの人がいなくなったら行くわ。よし。その瞬間ワイドショーだから、あの人誰だろう、あのオレンジの茶色の人誰だろう。あの人いなくなったらちょっと行ってくるわ。ちょっと待って、先にトイレ行ってきてからちょっと詰めるね。みんなでさ質問考えといて。
いや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 、俺とあのシュウさんしか配信してない。ちょっと質問考えておいて。わかんない。誰が何があろうと変わらず、ね、こういう赤い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 お前あれやろ、ロイってそういうことしたやろ、知らんわったな。みんな狂ってるよ。一回戻ってこい、一回。あれも戻るわ。じゃなくて、一回 SNS 見てるよ。シュウさん配信終わったやん。シュウさん配信終わったね。シュウさんにだから普通に話せるわ。呼んできて。シュウさんには普通に話聞きに行くわ。これ寿司パンマンってさ、あの寿司パンマンなのかな、ふわっちの。違うかな。なんて聞いたらいいんだろう。そうだよね、遊んでよ寿司パンマン。あ、マジ招待状来ちゃった。いや、さっき何回か通ってさ、絡んでよ。今オワコンだけど、本赤で配信したら多少あれだから、ちょっとシュウさんに呼んでくるからちょっと待ってて。さ、配信してんのかな。ちょっと待ってて。ナイスさんとどうなってんのか、 どうしてこう俺のイメージとナイスなんかどういう、こう、イメージの違いがあるか、ちょっと待ってて。でも浮かないんですよ。いや俺全然、はい、シュウさんあの名前とか聞いたことあったんですけど、はい、全然あの分かってなくて、はい、半分エンタメで、はい、半分本当普通にただの素朴な疑問なんですけど、はい、なんか俺ナイスさんの事務所に多分入ったのって、はい、多分シュウさんがちょっといなくなってからで、はいはい、そうそうそう、でなんかナイスさんから聞いた話だと、はい、シュウさんはナイスさんの付き人で、はいはい、なんかナゲシさんを盗んで逃亡したっていう。いやいやいや、あのね、どういう話なのかと。で俺だから、うん、最初なんかこう、さ、シュウさんとなんか言ったことあるのかなんかと思ってて、でみんなからさっきバトルの話して、はい、なんか揉めてるよとか言って、今なんかナイスさんが、はい、あのミカママさんの事務所辞めるとかなんとか言われてるらしいんですけど、で、あれ、そういえば、あ、シュウさん、そのシュウさんかなって。そうそうそう、あー、だからなんか俺はなんていうのかな、あのナゲシさんに、じゃあ、ナゲシさんが、まあ、基本的に誰がどこで投げるっていうのは自分らが決めれるわけないわけだから、結局は、はい、俺はそう思ってるんですけど、はい、まあ、投げる人っていうのは自然に投げるわけじゃなくて、はい、自分らがこう、ね、強制的にするわけでもないし、ぶっちゃけそうですよね。 そうですよね、はい、それやと思うし、人と人とあれですよね、その
例えば俺がラーメン屋さんやってて、ラーメン屋さんの1号店だとして、のれん分けで独立したとして、そっちにもラーメンね食べに行く人がいるのも当たり前ってことですよね。こっちのお客さん取ったってわけじゃないよ。そう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 。だから要はなんていうのかな、これこの TikTok のライブ配信っていうのは本当にあの、ね、楽しむものだと俺は思ってるし、はい、人をけなしたりしたくないっていうのは前提だから、はい、まず持ってる、はいはい、だから俺もナイスさんからこうやっていろんなこと出すやんっていうのがあるし、ね、ありがとう、感謝の気持ちも強いし、はいはい、でナイスさんはずっとそうやって、まあ、いろんなこと言ってくれる。でも俺は一生だけもナイスさんと笑うことって思ったことないし、本当にありがとうと思ってるしっていう思いです。だから俺はもうこれから先、ね、これから先もずっとこういうことっていうのをずっと伝えていくし、うん、だから俺の配信とかにもあなたが来るし、今日もその前も日本のイルミネーション夜景とかを全般的に映していこうっていう思いがあって、で、広島に行って、その後ね、大阪に、さっきの大阪城のイルミネーションをしながらこうやって回ってくるんですよ。へぇ、誰を撮ったのかないですか、誰かの所有物でもないし、はい、これはそう思ってます。楽しい配信、あんまり悪人を悪く言いたくない、そうそうそう、で、まあ、楽しい配信をしていって、その結果、ナミさんがこっちに来ちゃったのかもしれない。そう、撮るってどうやって撮るんですか、すんごい、俺はそう思ってるんです。だから自分に魅力が足りないから、もっともっと磨いていかないけんなって思うし、すんごい素晴らしい人間だと思う。いや、本当にそうなんですよ。すんごい素晴らしいと思う。俺はそう思ってたので、だから本当にこうやってナイスさんがね、一気にドッと駆け上がった、これ本当はっきり言うと、みんな言いますけど、めちゃめちゃカリスマ選手か、カリスマです。いや、マジです、本当にこれカリスマですか、すごいと思う。悔しい、悔しい。いや、本当にすごいと思う、マジで、うん、すごいと思う、マジないけど、本当にそれを聞いちゃうと、なんか全然主催いや、でもね、なんか全てを知っておかないと、なんか片方の話ってだけだとやっぱりね、なんか誤解を招くから。いや、でもね、ナイスさんにお世話になってるから、だからってナイスさんを嫌うわけでもないし、そうそう、俺はそうだと思う、うん、だからナイスさんは言う人の中で言っていいと、ただ俺も言わない人だから言わないっていう、人悪く言いたくない。まあ、俺結構言っちゃうけどね、どっちが悪いとか、どっちが、まあ、俺はねって思うけど、ただそれで人をその人を嫌いになるとかないし、あの、ね、そこで嫌な気分になるわけじゃないですか、俺そういうのが嫌なんです。まだ賢いね、そうやって、人が嫌な気持ちになる、これはエンターテインメントです。人が笑うことの、人が感動して涙を流すこと、これがエンターテインメントであって、人を傷つけることはこれエンターテインメントです。これ俺ずっと言ってますから、だから喧嘩しようと思わないし、どんなに言われても言われ続けても言われ続けても黙ってもらえないし、シュウさん大人、俺シュウさんの意見に感動しちゃった。いや、マジ本当そう。だから俺はこれ本当、この人本当にいいことしか言ってなくて素晴らしい人なの、本当。宗教団体シュウじゃない、大丈夫。違う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 、いや本当やから、これ本当にこれマジやから。話だけ聞いてたらすんごいいい人、いまだにこんだけ言われても俺はナイスさんのことを尊敬してるっていうのは、俺をここまでしてくれたら間違いなくナイスさんの力でもあるから、俺はずっとそうしてる。これ本当これマジやから、これ本当、すんごいすごい風貌が詐欺師っぽいんだよ、ここ下。何が詐欺じゃん、誰が詐欺じゃん。だけどこのドクロがなんか、あの、実は育ちの悪さを表してるっていうか、いや実は悪い人みたいな。本当はこれ、シュウさんっていうすごい、ナイスさんの付き人で、俺は最初ナイスさんに会った時にちょうどその件で揉めてて、ナイスさんち初めて泊まった日に、そう、俺のなんかリスナー、なんていうんだろう、投げ石を奪って、あの、国内を逃亡して歩いてる人がいるんや。でそれはそれはナイスさんの許せへんっていう、ナイスさんの言い直しやから、うん、
でもないさ、ちゃんとハートがある人ね、ある人本当にそう、俺は分かってるからさ、そんな分かってる、そうですよ、じゃないとさ、ねってね、あの結構名前がもう売れてきてる人とかにね、ユニバを投げるんじゃなくて下の人を投げていくかって話で、うん、俺そこなんですよ、うん、ナイスさんがやってること、それ本当にすごいなと思って、下の人を押し上げるって、そうやってさ投げてやるじゃないですか、下の子に、うん、上の人からね、じゃあ投げたから投げ返さんとかってナイスさんめちゃめちゃ言われてると思う。でも下の子、そんなこと言われてでも下の子を育て上げようと思ってやってるんだから、すんごいナイスさんのことを上げてくれてる、持ち上げてくれてる。いや、俺分かってるもんだって。だって何のためずっとおった、一緒に。そうや、一番初めナイスの付き人ってのは俺が初めてだった。ナイスさんの、あれかもしれない、ほんと一番よく知ってるのは、ね、さん知ってるから、シュウさんかもしれない。知ってるから、ほんとに、うん、マジで。だからリスペクトしてんだって、カリスマ性だから、ナイスの真似って言われるのって、ね、ナイスの真似ばっかしてって、リスペクトしてるから真似してんの、わかる、そこわかる。俺もやっぱりふわっちのその先輩方の真似って言われる時期すんごい多かったっす。でもその配信を見てたから、どうしても影響受けちゃうよね。でもそれってリスペクトしないと真似しないんだよ。ラッパーが全員こうやって喋るのと一緒よ。そう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 、リスペクトしてるから、いやいやあいやいやあナイスリスペクト、いやマジそうよ、いやこんな感じよ、わかるわ。リスペクト全部マネとかもせんか、ナイスさんがあれなんだよ、あのコラボできないんだよ。ちょっと俺ここにも、あ、いい、大丈夫です。どうなってる、ナイスさんどうやって見つけたらいいんだろう、日刊ランキングかな。ナイスさんにどうやって出すんだろう、通知出せないわ。ナイスさんが通知、あ、バトルしてる、あ、先なんだ、バトルじゃない、ちっくしょ。なんかさ、よっ、あ、そうね、そう、ママさんとナイスさん、ただいや、ナイスさんとミカママさんはそんなで、そんくらいで多分ね、俺は仲違いしないと思うけどね。あ、見て見た、なんかちょうどバトルできなかった。パンマン遊んでよ、寿司パンマン。DM してよ、俺。あ、フォロバーしてないよ、寿司パンマン。フォロバーしたから。あ、コラボって言ったら逃げた。いけへんよ、いけへんよ。ハトくんいけへんよ。いや、いたんだよ、俺も。絶対離れないよ。そうだって、朝比奈さんとバトルしてんだから。 でもさ、遊びたくない。なんかそのさっきのシュウさんって人がなんかナイスさんの投げ石を盗んでバックれたって話らしいんだけど、逃げたっていう、いろいろ鬼姫さん振られてるよ。で、そう、揉めてたんだけど、まあ、シュウさんの話を聞くと、まあ、やりたいことの方向性の違いで自然とそれに投げ石さんがついてきてくれたってことだから、なんかシュウさんの話を聞くとそうなのかなとも思っちゃうし、難しいね。そうそうそう、明日になったら。いや、ナイスさんとコラボできたらシュウさん呼ぶよ。でもナイスさん呼べないんだもんだって。例えば何、これ以上話せない。そうそうそう、だからナイスさんからの話聞いたからね、うん、ナイスさんが終わったら教えてよ、呼んで。まあ、で自爆でやりたいだろうしね。 ありがとう、ハートに。
呼べないわ、ナイスさんのこと。あと1分。ママ呼べないね、ママ。ちょっと。ちょっと空気読んでみる。元ね、元。ちょっと今ママ呼ぶよ。トイレットペーパーないって。ママを呼べるタイミングでカリスマです。いや、あと1分ぐらいで繋げるっす。喧嘩しなさんなって言ったらミュートされたっす。え、私ブロックされました。いや、まあでもママが上がるのが一番だろうね。話してるんでしょうか。大丈夫ですか。確かに。ちょっと待って。盛り上がってる。もうバルさん。でもナイスは理由はシュウにかけたからそうなんで言ってるんじゃないって言ってるから。じゃあ何って言うと、まあ、ナイス。怖いけど、ない、悪くない気もするしね。シュウさん、サリちゃん帰っちゃった、さっき。全部死ぬね、初めてだ。終わった。ナイスさんにね、あれ飛ばせないんだよね。ダメだ。え、なんでこの俺って、なんとなく無理だね、ナイスさんにこう飛ばせないね。ナイスさんが俺に送ってきてたら多分俺は取れるんだ。正体不明。そう、知ってる知ってる知ってる。そこに、ここにいるよ。ナイスさんが俺に出してくんないとできない。確かに。シュウさんの話を聞いた方が一番かもしれない。事務所に入ってる、事務所に入ってるから、うん、シュウさんの近く行ってくか。いいですか、すいません。シュウさんのこと見ときたいってみんなが、どう見てもなんだ。シュウさんって呼ばれたんですよね。迎えに来た時に、はい、迎えに来て、迎えに来て、そうそう、はい、で、おいでって言って、ね、ママに俺はね、お世話に挨拶しますよね。ね、あの人も挨拶しますよね。だって、仲悪い。俺は何も持ってない。
ナイスさんが行くときに何か言ってるんだけど、俺はナイスさんから言われても俺はナイスさんに言う。鬼姫さんは多分シュウさんに呼んでお迎えをしたんだけど、だからまあお迎えとか頼まれてるからシュウさんに投げるのは分かるよね、うん、そうそう、応援するのは多分、いや、そのどこで誰が投げるっていうのは俺そこを言ってるんだよ。ママのところ行ったとしてもね、俺はナイスさんリスペクトしてるから、ね、分かんない。普通に電話で話せばいいんだけどね、ナイスさんとママが。ママと、え、でも 俺から申請送ったんじゃないしね、しかもバトル申請ナイスさんから来たの、うん、じゃあ それちょっとあれだね、話が違ってくるね。そうよ、煽ったのが、そう、ナイスさんから申請した、まあ、ナイスさんからバトル来たんだって。そう、そうなってくると話変わってこない。じゃあみんなでルイージにママと話せるからママと話したいって言って、俺に申請送ってきてって言ってよ。そしたら俺渡すよ。俺から送れないんだよ申請が。オフになってるから、ナイスさんに言ってよ、ママがルイージの枠いるよって。ママと話したいなら、だって俺がじゃあ例えば他の人とバトルしてる時にナイスさんが向こうで投げたことなんで、俺上に言わないですよ。やってんなっていうぐらい。まあ、そうそうそう。うわやってるわっていうぐらい。まあでもね、鬼姫さんは迎え頼んだ身だから応援すると思うけどね。いやー、八方美人っていうか、本当フェアに考えたらそうじゃない。だってそう、ナイスさん側にいるからそれは必死で止めるけどね。気分悪いのは分かるよ、すごい気分悪いのは。負けたのも悔しいし、気分悪いのは分かるけど、コラボ申請ができないんだよ、こっちから。オフになってんだよ、招待オフ。だから、魔界に俺と繋いでって言ってよ。いや、ママも多分あれだと思うよ、招待オフになってるから話せない、向こうから来ないと。招待オフになってんの、電話するしかない。難しい。ルイージとバトルしていてみんなが言うしかないよ。ルイージが話したいってって鳩飛ばしまくって。何だよ。なんでこんなの。ダメか。まあそしたらナイスさんと話すしかないでしょ。ママはシュウさん呼んだんじゃないと思うんだけどね。
しかもでも合わなかったんだから別にそこはねいいじゃんね。合わなかったんだからそんな怒る必要はないと思うけど、まあ、そこがせめてものさ優しさじゃない、気遣いはできてんじゃない、まあ、鬼姫さんを攻めるのもちょっと違うし、まあ、ナイスさんが一番ね、こうね、懐を大きく許すのが、まあ、合ってないんだしいいやんっていうふうに許すのが一番な気はするけどね、俺は、うん、多分知ってると思う、相手にしてないと思う、ママもハートになるやと、まあ、いつものあれでしょみたいな、いつものネタでしょみたいな、まあでも、ね、タバコ吸ってる人続けるからね、ナイスさんのことリスペクトしてるから笑いながら談笑してるよ、ママ一応言ったんだけど大丈夫よみたいな感じよ、いや朝には引っ越すって、そんなママも絶対無理でしょって思ってるよ、酔っ払ってる、なんだこれミラーリングってなんだこれ、リーさん、あれちょっと黙々してる、黙々して難しいね、奥井陸さんありがとう、これ、うん、引っ越しない、引っ越さないとは思うけどね、まあ俺らがねそのリアルタイムで見てなかったからね何とも言えないよね、その両方の話を聞いた感じではまあ会ってないんだしええやんとか思っちゃうよね、帰った後に来たんだから、でみんなやらないでしょ、明日の朝引っ越すからってさ、絶対みんな手伝えないでしょ、あのメンバー、もしナイスさんが本当に引っ越してるとしたら俺が多分一番呼ばれると思うよ、一番の俺の戦力でしょそこら辺、ナイスさんでもまたしくちゃんのとこ行くやな、美味しさを捨てしまったってこと、いや違う違う、誰しきちゃんのまた戻るみたいなこと言ってた、しきさんち戻るの分かんないっすよ、知らないけど全員似てるよな絶対知らないっすよ、なんすか戻るかどうか知らないよ、俺は知らないっすよ、行ってないよ、しきさんち戻らないよ、分かんない戻らない、うん、何のあれもないからね、その先入観というか、あ、どうしていいか分かんないよね、それ言われたら、それを聞かされたらね、三日ママもあれだしね、いい気はしないだろうし、難しいね、余計話せば話すほどギクシャクしちゃうね、で、一番初めに俺に言われたのが、もうボコボコにしてるって言われた、誰よ、ナイスさんから、もうボコボコにしていいって言われた、いいって言われたんですか、していいって、ナイスさんがリスナーさんに、自分のリスナーさんに言えた、シュウさんのこと、そう、うん、コラボ申請、コラボ申請の時に、うん、でバトル始まってから帰り陣しちゃったってこと、そうそう、ちょっとの差でね負けたっていう、だってまあねまあね、それだけシュウさんのことを信用してたのに裏切られた気持ちになっちゃった感じがあるのかもしれないけど、でも今日のバトルしてそれは関係ないじゃん、関係ない、うん、バトルナイスさんからしてきて
負けちゃったのは関係ないからね。わかんない。それでなんかいきなり辞めるって言い始めたんじゃないの？嫌みたいな。今来たっす。今。嫌みたいな。分前にあるってな。はい。ナイスさんの配信を見てるから声がナイスさんの声が聞こえてるのはそれ。決めるのはナイスさんだからね。ただ。でも四季さんより四季さんを選んだ瞬間散々さ深夜中深夜中って言ってる人らにこうね、そう結局深夜中と一緒やん四季さん。結局閲覧をしやなんか求めちゃうのかなと思うよねナイスさん。まあ俺わかるけどね、その閲覧が一番大事って結局。俺とナイスさんじゃないよ。え、ルイージは閲覧大好きなの。なんすか？閲覧とギフト。ギフトだったらどっち取るかですか？閲覧ですね。結局ギフト。俺の課題を取るやつやるさ。ああ、いいね。難しいね、これ。ママに言ってもママもさ、この今の酔ってる状態でさ、鵜呑みにしたら嫌な気するしな、ママも。ナイスさんからしたら裏切られてる気持ちもわかるしね。ママはこっち寄りでいてよっていう気持ちもわかるし。鬼姫さんまだいる。でも鬼姫さんは関係ないでしょ、正直。鬼姫さんがどっち応援しようが、なんならシュウさん応援したくなるの当たり前だよね、お迎え頼むのが。だからその前も普通に関わり合って何回もあったりしてるから、ね、まず、まあ、その鬼姫さんと、まず鬼姫さんとナイスさんの関係が俺が知らないからね、すごい熱い関係があってそれをこっち行っちゃったっていうのは悲しいかもしれないです。話せる機会もあるんじゃない、明日とか明後日とか。多分普通に2人で話すと思うけどね。うん。結局ナイスさんもやっぱそれが一番楽なのね、選んだじゃん。結局閲覧を取って枠投げね、今までは散々閲覧よりギフト閲覧よりギフトね、バトルしまくれって言ってたのに。だからナイスさんもやっぱりこっちの考えだなと思って、俺は嬉しいけどね。やっぱ閲覧を求める配信をしてほしいし、それで面白い配信をしたら投げてくれるっていう方にやっぱ本来の形に戻ったらいいしね。まあ、三日間も話してくれるって言うんだったら少しは話したいし、ナイスさんに鳩が飛んだらそう来るかもしれないけど、まあ、なんか配信者の多分これが基本だよ。やっぱりバトルして投げて投げてってきついよ、本当ストレス溜まるよ。プリコーさんみたいに絶対勝ちゲーってなってたら楽しいかもしれないけどね、みんなに負担させるのって辛いよ、胸が。そう、面白いことやってて頑張れとか、なんか欲しいものがあって
しょうがないなって言ってさ、こうみんなとね財布を共有するのがスーパーナイスさんに、スーパーナイスさんにブロックされたんですよね。ブロックされたの見えた。いやもうその落ち込まないで落ち込んだらやばちょっとつまらない影響してるからさ。まあね、バトルで楽しんでくれる人もいると思うんだよ。あのふわっちみたいなイベントでね、推しを1位にさせたいっていうそういう気持ちも楽しいと思うんだけど、うん、難しいよ。どっちも楽しいっていう人いるからね。こいつを1位にさせたいね、1位にすれば俺の女の子が有名になるからっていうそういう楽しいね配信もあるし。サリちゃん帰っちゃった、うん、忍びとして帰った。全然関係ない話が盛り上がってるな。ロレツボなんて言うのサリちゃんは花、ミカママの友達すごい可愛い子いるんだよって鼻落としてきた。全然ナイスさんの話をしてない。カズトさんを眺めてた人がタクミさん。そう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 、結局俺となんか俺のこと全否定してたことに戻ってきたね。ナイスさん話聞くとさね、バトルしろバトルしろって言ってたのに、練バトルすればするほどこうね。いやこないだしきちゃんとさね、鬼バトルまあ稼げないけど、マベさんって誰や、マーヴェリックさん。これ唐揚げ、唐揚げじゃない、刈り上げ、刈り上げ下げろ、頭下げろ、唐揚げ頭下げろ、チェックとチェック邪魔だな。そしてママもチェック、ママもチェックとチェックが邪魔で、ママもバーバリーのチェック、誰出さない人よく俺見た後にイケメンとか言えるな。おい、これ見てみろ、このニキビの、ニキビのたっぷりニキビ。お会計もママが、お会計もママが払った。15万ちょっとじゃなかったっけ。ナイスとコラボしたんが悪いってことですよね。いや、でもナイスさんが出てきた。じゃあナイスが悪い。そうっす、ナイスさんが出てきた。本当だ、めっちゃイケメンやん。コラボ始まった瞬間にボコボコにしたろ、めっちゃイケメンやん。で、たまたま T シャツ隠そう、隠そう、隠そう、バーって読み上げて、イケメンすぎるから隠そう。俺の枠では映さない、こいつは。イケメンを映さない。そうだね。いや、ひっさ全然ナイスちゃうよ、名前。いや、いや映ってますよ、声入ってますよ。ちっそ、勝ったか言ってると言って、いやいやいや言えないです、怖くて。ちっそ、なんで俺波紋なんで、俺関係ないだろ。なんで見たいねん、イケメンが。誰や誰や、指輪も運動なんだよ。なし。ぬし。俺ぬしも一緒終わったと思う。いやまあまあ大人だね。まだナイスさんはね、やっぱり
違う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 、ナイスさんあれなんだよ。こんなの受けてない、つけてない、いやいや、そうなの、すいません、すいません、すいません、そうそうそう、まあ、ちょっとママ映してるんですよ、ママ映してるんですよ、お兄さんがイケメンイケメンって、お兄さんのイケメンが邪魔しちゃってママの顔見えないんで、ちょっとどいてもらっていいですか、イケメンイケメンってすんごいもう悲しすぎて、ちょっと手待ってですか、みんなほら こっちがイケメンイケメンって言ってこっちが気になっちゃってもう話みんな入んないんで、ほんと顔だけでもいいんで隠してもらっていいですか、かっこいいんだよ、すいません、謙虚だったね、かわいい、普通だったらお前何言ってんのっていうところを、お前どうしたのって言ってるところを普通にあすいませんって言ってくる、すんごい優しいイケメンだな、ルイジ何がしたいの、いやみんなのあれ見たいものを見せてるだけじゃん、みんな気になるでしょママの話、謙虚イケメン、みんな名前知りたい、配信配信してます、いやでも来てもらった方が分かる、みんな行け見たいって言ってた、ママたちはママたちで普通に何さん、カイトです、カイト、カイトさん、はい、どういうアカウントですか、コメント してくれますか、 ルイージでサブアカでやってるんですけど、ちょっとママ、ちょっとママ、ママなの、鬼姫さんの息子さんってこと、ママって言ったの、やっぱイケメン邪魔しちゃうわ、ちょうど、カイトさんですって、カイトさん、だからナイスさんが今通知オフにしてんだよ、俺ら何回も試みてんだけど目をってマジで空気読めねえのな、やれるんだったらやってるよ、みんなみんなできないから空気読めよ、目を、こちらでコメントいただけたらすんごいイケメンイケメンって、でも僕の枠にはあんまり映らないからさ、枠がイケメンで埋もれちゃうんで、あのお兄さん映してって話が繋がんなくて、はい、ほら見てほらイケメンだっつってほら、みんなフォローしないでね、絶対ここにコメントしてくれるけど絶対フォローしないでね、あカイトさんがハート見っかれた、このカイトさんだって俺絶対フォローしないから、絶対イケメン嫌いだから絶対俺フォローしないです、いや身長高いわけないでしょ、イケメンで身長高いなんていないからね、実際そうなんだよ、結果ナイスさんのエンタメだと思うんだよ、俺もそう思う、コラボ来たでしょ、来てない、あ、ナイスさん来た、ない、あれ、シューか、シューはナイスが帰った後にそれで、鬼姫が投げたんじゃ。あ、バトルで気分悪い。それがナイスは気に入った。若前思ってたのに気分悪いから、ね、若前思ってたのに気分悪いから、ごめんやけど、ね、そういうグループからは脱退させてもらいます。以上。あ、だから鬼姫が投げたんが嫌やったと。俺ははっきり言って、大っ嫌いやから。ダメだ。ちょっともう、これ、あの、これは新人使う。
すいません皆さん、ちょっとナイスさんが酔っ払ってるんじゃないかなと思うと聞いてください。ごめんな。明日、すいません、ナイスさんちょっと酔っ払ってるよって思ってる人。明日、あの家は引き払うわ。明日引き払うから。まあ、これで1万5000円ぐらい稼げたんだよ。ナイス、落ち着いて。だったる、だったる。ナイス。ナイス、ナイス。鬼姫は、俺に1回も投げたことないぞ。明日引き払う、引き払うから。ナイス、落ち着け。1回落ち着け。ナイス、1回落ち着け。もうええ、もうええ。ナイス、1回落ち着け。ごめんな。1回落ち着け。ナイス、1回落ち着け。ごめんな。鬼姫は、仲はいいけど。